本日は真実はいつも一つゲーム。いつも一つ。はい、意味深ですな。そうですね。はい、このゲームはですね、はい、おのおの3つのエピソードを出してもらいまして、そのうちの2つは嘘、1つは本当のエピソードを出してもらいます、うん、で、はい、その誰かが出したお題に対して3人がどれだけ真実を見極められるかというゲームです、はい、それを一巡やりまして、正解数が一番多かった人が勝利となります。はい、はいはい、それではまずは1問、最初はカジノさんお願いします。はい、よ、はい、じゃあお願いします。はい、いきます。はい、はい、じゃあ僕は、この3つなんですけども、はい、でれん、まあ、大学のと言ってもう一問目から、1から、はい、大学の時に自転車に乗って見ながらおしっこをしたことがあります。なるほど、はい、できるんだ、そんなこと。そしてこぎながら、こぎながら、はあ、難しそう。2番目これも大学生の時、うん、えっ、ー、とまあ暇すぎた大学4年の時ですね、うん、24時間でこっち亀100巻制覇。これ2回挑戦したことが、それ自体がもうゲームだ。大学4年の時誰と友達と遊ぶこともなく、そして、3番目、大学生の時のあだ名がカジだった。カジ、カジだった。カジ。2個が嘘なんですね。2個が嘘です。あ、1個だけ本当ね。1個だけ本当、はい、じゃあそれではおのおの出しましょう、はい、せーの、ドン、はい、はい、1です。1です。僕2番が本当だ、はい、ってことは3番のカジを誰も選んでない。カジはみんなが嘘だって。いやいやいや、そんなにみんなからワイワイされる間柄ではなかったって言ってました。3番目に持ってきてから、あの逆をついてくると思うんですよ、カジノさんの性格上。3番目には嘘が来ると思います。そういう読み方なんだよね。はい、まあ、いや、じゃあ正解は、はい、1番、はい、おー、すごい正確だ。よくわかるね。いや、正直カジノ取ってつけたよ、違う名前し。基本カジノと呼ぶ人すらいない。カジノくんがいい人が、はい、どうやってでも自転車乗りながらこれは、まあ、できたんですか。ちゃんとズボン履いてますよ、もちろん、うん、でも、で、で、ズボン履いてる、ちょっとだけ開いてる、チャンクも開かずに、え、え、漏らした、漏らした、漏らした。いや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 、それだろ、話がだいぶ、漏らしてはない、漏らしてはない、意思は、意思、自分の意思の上でですか。もういいと。違う違う、その、ちゃんと説明すると、説明してください。雨がすごい降ってたんです。はい、んで、傘もなくて、走っててもうびしょびしょだったの。はいはい、で、おしっこがすごいしたくなってきたけど、うん、まだ家は遠いと、うん、これできるなと。あ、もうどうせびしょびしょだから、どうせびしょびしょだから、そういうことです。でもこれ本当したかったんですけど、いざしようとしたら、うん、なかなかやっぱ出ないもんな。出ないね、多分ね。やっぱこう、はい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 、20年間ね、そこにやってたからね、トイレね、それがあるから。はい、林さんお願いします。はい、真実はいつも一つ、この中で一つだけ本当です。そうめんバッタうちっていうね、おいいな、そんな話です。そうめん、そうめん、はい、これはあの実家が今もトイレ汲み取り式なぐらい、ちょっとなかなか。あ、そうなんですか。そうそう、貧しい。笑っちゃったけど。静岡はみんなそうなんですか。静岡みんなそうですよ。違うよ、来てんだよね。違う、そう。だから、そうめんの メニューで1週間続いたことがあるっていう。あ、そう、貧乏だったから。そうめんアレンジで。あ、なるほど。え、3食が3食じゃないですよ、それは違う。え、お昼が、あの、晩飯が、晩飯、晩飯がそうめんではな。血のりをうまく生かしたね。林さん家が貧乏だっていうのは聞いてたから、それありそうなんだ。で、続いてバッタ、はいはい、バッタ、ちっちゃい頃お、何でも食べれるよってなんか意気がある感じがあって、何でもいい、そんなありぐらい食べられちゃうよ。で、いけるけど、バッタの腹ぐらい食べられるよってバッタパクって食べる。うわ、え、生きてる、生きてるわ。うわ、ちょっともう生きがって子供なんだ。生きがってる、そうそう、だからみんなに。子供っていつぐらいですか、もうちょっと。あ、もうだから小学校低学年ぐらい。あ、ね、あ、なるほど。低学年で。続いては虫、はい、バイクに僕乗ってまして、はいはいはい、あの、長野にツーリング行った最中に、はい、バイクで80キロぐらい走行してる最中、バーンって牛に当たって飛び乗ったことがあります。牛に飛び乗った。いや、それ嘘で、ね、飛び乗った、ぶつかって林さんが牛に。そうそう、そうなんですよ。ええ、いや、えだってだからそのままバーンってだから一瞬だから、まあ倒れる感じになるけど、うんうん、僕はバイクから離れて、う
そこの牛のところにバンって、うん、牛には重なって重なって一緒にだからバイクで走ってたのが急に牛に乗る感じになったってことです。そのまま売られたと。うわってこれね、うわすごい微妙なとこついてくるね。まあその3つ。そうだ、物理的には今の話おかしいんだよね。だって牛にぶつかってたら後ろは吹っ飛ばないのかっていう話だもん。まあまあまああれなんですよね。まあ、バイクだけならさ、ギャグ漫画みたいな。そんなことがあるのか。はい、せーの。はい、3番です。1番、2番。あ、分かれた。ちょうど綺麗に分かれた。いや、3番ないでしょ。3番はありえと思ったんですけど。綺麗に分かれた。いや、だから上手かったんじゃないですか。なるほど。で、1番に関しては、カジノさん1番だったんで、被らせないなと。そういう評価だった。いや、俺、逆被せてきたのかな。なるほど。あー、それも。じゃあ、正解は、はい、2番、バッター。あー普通かよ。よし。それなりか。そっちでした。それなりの無茶かよ。そうそうそう、ちなみに牛はね、鹿にしてるだけなんですよ。僕、ほんと鹿には乗ったことない。同じエピソードですげえ。鹿の方がありえない。鹿が、野生の鹿に乗ってた。だから話にちょっとリアリティがあったのか。まあ、嘘は嘘なんです。はい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 、だから本当は野生の鹿の方が出てきやすいから、牛なんてなかなか路上に出ないからね。出ないね、うん、確かに。あとまあ牛は俺まあないだろう。司会聞いてびっくりしましたけど。いや、まあ普通に考えてもバッターもでも気持ち悪いかな。え、どのぐらいって腹をちょっと。いや、もうそうですよ。もうだから行きまして腹をガズガズって。それはあまりに貧乏だったから。違うわ。重ねるな。ありますね。ないわ。一瞬思ったの。ないない、そんなの。佐々木慎太郎さんの真実アイテム一つ。はいはい、はい、いきます。私ですね、はい、最近パソコン購入しまして、はい、YouTube で動画をすごく見てるんですけど、ね、うん、ずーっと毎日乃木坂46 46 です、はい、え、あ、そうなんだ、7じゃない、あ、6ですよ、うん、で46に急にハマりまして、うん、毎日その動画を3時間見てずっと泣いてます。泣いてる。涙が流れてる。涙が流れてる。どこで泣く。嘘っぽいな。いやいや、主に横で3時間、大体全部で。気になったのは、はい、今まで自分でアップした動画見てなかったっていう。そう、僕らがやってる。僕はこのマジックとやらは大ありますね。はい、で、2番ですね。はい、2番、その動画あります、乃木坂46の動画、はいの制服のマネキンっていう曲があります、ね、そのプロモーションビデオを見て、初めてなんですけど、これも振り付けを覚えようとしてます。家で練習してます。で、3番です。あの YouTube なんですけど、はい、まあ、僕彼女がいまして、はいはい、まあ、まあちょっとね嫉妬深い部分ももちろんあるんですけど、はい、それはなんでかな、パソコンシャットダウンしたときにその YouTube がなんか残ってたのかなんかわかんないですけど、なんか Yahoo にログインしたときになぜかその YouTube 上の動画の声だけが再生したまま、ああなるほど、 Yahoo にアクセスしてるのに YouTube の歌だけが流れてて、あ、お前乃木坂のプロモーションビデオ毎日見てんのかっつってバレて、あのすげえ怒られる。おー、なるほどね、はい、ストーリー性がある。流れがでも2つが嘘なんでしょ。ストーリー性があるの、はいはいはい、どこかに嘘ついては嘘だからね。真っ赤な嘘ではないかもしれない。そうそうそうね、はい、せーの、はい、え、僕3番です。3番。1番、はい、おお、いや、俺はもう3番だなっていうのは、ね、そういう彼女と言わせますから、ね、ただそこに嘘を入れてるかもしれない。なるほど。じゃあ正解は、はい、正解は1番です。やったー。いやいや、じゃあなんで入った1番だと思ったんですか。めっちゃ泣いてます。いや、後半2つの方がちょっとちょい嘘を足したパターンじゃないかなと。真っ赤な嘘じゃなくて、はい、ちょっと足したパターンか。そうです、あの2番の振り付け練習はしようと思ってます、はい、もうこれはやるしかない。するってわけじゃない。気持ち悪いの気持ち悪い。そして3番はおそらくこうなるだろうなって思ってます。そういうことね。そうだと思う。いや、はい、なんか決して残ってたみたいなところにちょっとリアリティを感じたから。じゃあ私は、はい、私の今までの人生の中で出会った、はい、え、電車ババアについて。電車の中に変な行動をしたババアを3人、都市伝説、おばあちゃんじゃなくてババア、ババア、ババアと呼ばれている、あの、行きましょう。そうですね、電車ババア A、 B、A 呼ばれている人です。あなたが呼ぶ。電車ババア A なんですけど、これ僕じゃないんですけど、
その知らない、まあ、男の、まあ、大学生ぐらいかな、大学生ぐらいの人が普通に電車乗ってきまして、うん、その電車のドア、うん、あれにあのバックでちょっと挟まっちゃったんですね。はいはいはい。でも普通いつもだセンサー反応するじゃないですか、うんうん、でも全然反応しなくて、うん、そのババアが、うん、その大学生見つけて、うん、あらあなた挟まってるじゃない、そういう要するにこの子挟まってるよこの子挟まってるよって後でもう言ってあげるかねって、まあ、その感じさらしもなっちゃったわけです、うんうん、でそのおばさんが普通に出て行って、うんうん、そうしたらアナウンスでなんかあ、この電車内になんかドアに物が挟まっているお客様いらっしゃいますのでちょっと停車しますって言って、うん、その電車の駅員が来て、うん、なんかすごいその人を見つけて、うん、なんかあこれ外しますねって言って、うん、そのまま10分経ったという。遅刻だった。10分。あんまりか。ババア活躍してない。ババアがなんか言ったらしくて駅員に。ババアのおかげで。ババアが言ったけども、ちょっと話も抑えちゃったと。なるほど。っていう話。はい、で続いてのババア B なんですけども、そんなババアって言うほど悪いやつじゃん、まあ、僕あの夜勤やってまして、はい、まあ、電車に乗ってて、まあ、うとうとしちゃったんですね、はい、そうしたらなんかこうドンドンってするんですね。僕の頭がもうこっち、うん、うつら向いたらこっち戻ってくるという、うん、なんだちょっと痛いなと思ったら、うん、隣にいたババアに殴られながらこうえっドンえっドンっていいですか聞いてグーでグーっていうか殴って感じじゃなくてこうガッって言ってくる、もうグーですかそれ、グーで押し戻してます、押し戻してます、多分僕10回ぐらいこうやってカタカタ言っちゃったから、こういう風に、なるほどね、一応レッドとされたそれはそうだね。続いてのババア C なんですけどババア C はですね、まあ、結構6時か C ぐらいかな、 C ぐらい乗っててなんか女の人となんか口論始めたんで、はい、テレロケしてくれか、なんかちゃちゃーって聞き取れないですよ、聞き取れない声で言ってて、あんたのそれ方間違えたよとか言ってるんですね、うん、育て方を間違えた、多分、はいはい、娘さんとなんかこうしてて、はいはいはい、それでなんかその娘も切れ始めて、うん、同じ声でテレロケしてくれよー言い出して、まあまあね、もうキンキン声になって、まあまあ、で、うん、降りていったというで、もう一回何よ、俺の隣でそれを動画に撮ってた男がいて、うんうん、後日その動画がニコニコ動画アップされた。ああ、それはびっくりしました、びっくりしました、それは確かに、はいはいはい、なるほどね、はい、それ動画のタイトルとか覚えてます、動画のタイトルなんだっけ、その電車ババア電車ババア電車ババアじゃないけど電車だから電車だからそう言っちゃダメなんだよ、ああ、まあ、言えなかったんだよ、せーの、はいはい、3、はい、1、お、2、割れました、割れた、割れた、割れましたね、わけわかんねえ、ババアのからもそう、真実がどうこうというかね、違うことに興味がいっちゃいますからはい、正解は B の僕を殴ったババアです、終わったB じゃないし、まあ、B、まあ、なんでね、いいけど電車ババア B ですからそうですね、電車ババア、僕は殴られました、ああ、山梨で夜勤をやって帰ってるね、何その話で1と3は何だったの、1と3は何なのその、1は伊集院光さんのラジオで話してた話、パクったな、るほど、で C は動画だけあって、ああなるほど、なるほど、自分が見たっていうの、 C はそうだろうなと思ったけど1パクリさ、パクリやった何だったじゃあ一番正しい人は、僕は1問だけです、僕は1問、僕2問、あ、あれ2問、今ババアと俺のやつも当てた、でも当てた、当てました、お2問、あー、勝ちました、よっしゃー、おそういう流れがすごい嬉しいです、なるほど、じゃあはい、本日はここまで、ありがとうございました。